メンフィスはアメリカ合衆国テキサス州ホール軍の都市、同軍の軍庁所在地。2000年の国勢調査では2479人が住んでいる。メンフィスは前、アメリカ下院議員、ラリー・コンベストの生誕地で、彼は1985年から2003年までラボック地区の代表を務めていた。アメリカ合衆国統計局によると、 この都市は総面積5.8平方キロメートルである。市の全域より口が閉めており、水面積はない。2000年現在の国勢調査で、この都市には2479人、1024世帯、及び660家族が暮らしている。人口密度は427.3平方キロメートルで21、214.6。 平方キロメートルの平均的な密度に1 2 4 5件の住居が建っている。都市の人種構成は、白人71.40%、アフリカン・アメリカン9.08%、先住民0.56%、アジア系0.04%、その他の人種17.63%、及び今月、根結1.29%で、 人口の26.02%がヒスパニックまたはラテン系である。1024世帯のうち28.6%は18歳未満の子供と暮らしており、51.6%は夫婦で生活している。10.1%は未婚の女性が世帯主であり、35.5%は家族以外の住人と同居している。 33.7%は、独身の居住者が住んでおり、21.0%は65歳以上で、独居である。1世帯あたりの平均人数は2.38人で、あり、家庭の場合は3.03人である。市民は27.1%が18歳未満の、未成年、18歳、以上24歳以下が7.1%、25歳。 以上44歳以下が22.1%、45歳以上64歳以下が22.2%、及び65歳以上が21.4%にわたっている。中央値年齢は40歳である。女性100人ごとに対して男性は86.4人いて、18歳以上の女性100人ごとに対して男性は81.5人いる。 この年の世帯ごとの平均的な収入は23,102ベードルであり、家族ごとでは27,367ベードルである。男性の24,620ベードルに対して、女性は18,816ベードルの平均的な収入がある。この年の一人あたりの収入は13,856ベードルである。人口の23.9%及び、 家族の18.5%は貧困線以下である。18歳未満の38.2%及び65歳以上の15.4%は貧困線以下の生活を送っている。メンフィス市は全域がメンフィス独立学区に属している。テキサス州ホール群の基礎情報。全国カウンティ協会。2008年8月24日閲覧。アメリカンファクトファインダー。 ユナイテッドステークセンサスビューロー http コロンスラッシュスラッシュ f a c t e n d e r センサス。gov。二〇〇八年一月三十一日閲覧。ありがとうございます。